この番組は室蘭 FM ビュー、インターネット放送、動画サイトユーストリーム、 D ファインポッドキャスト、以上三脚ネットでお送りいたします。おはようございます、こんにちは、こんばんは、ノースアイランドでございます。この番組は北海道をもっと楽しく感じることができる B 級旅バラエティです。お相手は私山田大輔と、もう一人がこの人です。君の眩しい感じがとても眩しい海坊主です。なんすかそれ、なんすか、なんすかその挨拶、なんすかそれ、眩しい2回言っちゃった。そう眩しいよ2回言う。あのね、芸人さんであの普通それそれやんねえだろ普通みたいな、はい、こう2回言う感じの、はいはい、あれやってみたいなと思ったんですけど、うまくいかなかったっていうねもうちょっとあの下準備してから来てもらっていいですかちょっとじゃあ今から下準備してくるんでいやでもね、この夏の海にね光り輝くこのね、はい、眩しい感じ、はい、それをねちょっと感じたいわけですから海行きましょう。まずところで海坊さん、はい、あの海坊さんって、はい、まさにその眩しく感じるぐらいの一目惚れってしたことあるんですか。はい、ないですよそれは。ないんだ、はい。ああ一目惚れってないんですよ本当に。だから人のねそのなりとか中身とかを知ってからこう惹かれることが多いので、ああ第一印象だけで一目惚れとかってないですね。そうなんだ、何今さらっとちょっと好感度アップしようと思って本当のことを言ってるだけです別に女性はもう顔じゃないみたいな、内面だみたいな今間接的に言いましたけど、でも僕本当そうですよ。だってコミュニケーション取って、あなんかいいなって思ってから好きになるタイプですね、うん、そうなんすか、はい、じゃああれか、外見はどうでもいいんだ。まあ、どうでもいいって言い方もあれですけどどうでもいいっていう言い方、言い方悪いあなたのそのどうでもいいって言い方が悪い中身は、中身も、ね、中身じゃどのくらいがいいの、どのくらい、ない中身、どのくらいがいいわけ、中身のどのくらいってないですよ、うん、あ、中身じゃない、外見、外見そうですね、外見どのくらいがいいわけ、だから言い方が悪いってだから外見どのくらいがいいのって言い方が悪いな、あなたその女性をねなんかランク付けしようというその言い方いや今聞いてる方に分かりやすいように説明してほしいわけだからそういう言い方じゃどのくらいがいいわけ言いづらい、だから何を言っているのもう今日はあの最初からやり直していいですか今仕切り直していいか、僕もグダグダですし、大輔さんも鬼のようにひどいこと言ってるしね、なかったことにしたいこのこの前半いやでもね、うん、暑い日も多くて、はい、札幌もなかったことになった今随分ねさらっと流した今69年ぶりぐらいらしいですよ、ずっと夏日が続いてるのって、はい、この7月の早いうちに、ね、確かにここ数年あの夏は結構天気いい日が多いなとは感じていましたけど、はい、これだけね天気良くて気温が高くなることってね珍しいですよね、うん、ね、うん、確かに。ただですよ、はい、我々これで暑いって言っちゃいけないですよ。ダメなんですか。ダメですね。ダメですか。あなた7月の下旬にはどこいるんですか、はい、東京、埼玉、はい、いいですか、はい、東京のさらに埼玉ですよ、はい、東京の埼玉っておかしいけど、東京の埼玉関東の埼玉だよ、はい、あの東京よりも暑いわけだ。そうですね、うん、確保しなさい何なの今日、だからあなた何なの今日覚悟しなさい覚悟しなさいよ。いやあなたもそうでしょ、だって、ええ、もそうなんだ私もそうだ、うん、いやこれやばいですね。だからまだこうやってね札幌はカラッとした暑さだからいいですよ、はい、これにプラス気温も高いわ、まあ、湿度も高くてムシムシしてるわってなったら、はい、僕生きていけない、うん、はい、ね、うん、どうします、生きていけないんじゃないですかそのまんまだそのまんま2回つなげるのこういう感じなんじゃないですか普通そんなこと言わねえだろ普通みたいなこと言うんですよ。そう、今のじゃないですかはい、というわけで、この後ノースアイランドニュースです。ノースアイランドニュース。おはようございます。こんにちは、こんばんは。ノースアイランドニュースです。現在の企画は、約8ヶ月ぶりにやってきた海坊主さんの宿敵、山大国999代宗主
悪の帝王ヒミオが持ち込んだゲーム企画、札幌北広島しりとりすごろくです。札幌市白石区から北広島市までのサイクリングロード、総延長20キロを海坊主さん対ヒミオさんでしりとりをしながら、その文字数分だけすごろくのように進みます。センターラインの線が途切れるまでを一マスとして先にゴールした方が勝ちというルールです。ここまでの経過、白石サイクリングロード編第一ステージは東札幌から環状夢の橋までです。 2.6 キロのしりとりバトル、残り 1.4 キロ付近、海坊主さんがリードしています。ここで海坊主さんが勝負に出るのです。恐竜戦隊10レンジャーという18文字もの長い言葉を使ったのであります。これにより差は一気に広がるはずだったのですが、まさかのアクシデントが起こります。スゴロクのマス目としているセンターラインが突然なくなったのです。これにより一歩一マスに急遽ルールを変更、進むスピードが一気に遅くなります。この出来事は後に10レンジャーの編としてインターネットの百科事典ウィキペディアに詳しく解説され、歴史に名を残すこととなるのです。ところで海坊主さんに夏の暑さ対策について伺うと、次のような非常に珍しい暑さ対策をしていることについて語ってくれました。どうぞ。いやぶっ飛んだわ今ので。あれですね、暑い時にはやっぱりこう珍しくないかもしれないですけど、アイスクリームですよね。アイスクリーム、ソフトクリーム食べちゃいましょう。先ほど私が噛んだということなのでもう一度お届けします。ところで海坊主さんに夏の暑さ対策について伺うと、次のような非常に非常に珍しい暑さ対策をしていることについて語ってくれました。日陰に入ります。ところで海坊主さんに夏の暑さ対策について伺うと、次のような誰もが驚く非常に珍しい暑さ対策をしていることについて長く語ってくれました。あれですかね、どっかの港に行ってあの魚とかが入ってるあの冷凍庫の中入りますかね。もうやめさせてもらうわ。どうですか。結局みんなと一緒、海坊主さんです。この後2人にはさらなる悪夢が襲いかかります。前代未聞のしりとりラジオ放送、ぜひステレオでお楽しみください。どうぞ。センターラインがなくなるというまさかの事態。序盤戦にしてなくなるという。さてここから一歩です。一歩ですか、はい、なるほど。から一歩、はい、わかりました。最後もう一マス行っていいですよ。はい、これもじゃあもう一マスなんですね。あれそうですね、一、はい、マスからですね。センター恐竜戦隊10レンジャー、いやだいぶ長いのやったのに。い10レンジャー、ここです。すげえ進むの遅くなったよ。一歩が一文字になったんでだいぶ少なくなりましたね。だから僕ここでは正直な話、だいぶ小さい文字出しても大丈夫じゃないかっていうふうに思いましたけど、まあ姫尾さん曰く、姫尾さんは今足腰やられてるので、まあ一歩が一文字となると海坊主の方が有利じゃないかと。いう話になっております。センターラインがなくなってというか、センターライン自体はライン自体はあるんですけど、それがずっと強くてる。ここでじゃあ強烈センター10レンジャー出さなきゃよかったな。いや、やんばるつい。ヒミオさんがね、次ヤドに話します。いや、ヤンバルクイナって今聞こえましたね。うん。ヒミオさん、ヤンバルクイナって言ったのか。バルクイナ痛い。ヒミオさんが、やっぱり足が痛いということになっております。ヤンバルクイナ、はい、ヤンバルクイナか。もう一歩だったらもうあんまり変わんないもんな。それちゃうか。え、一歩が暗い場合は、はい、マスになるもの、はい、例えば排水溝の枠、はいはい、あるいは、中央のブロックの部分、はい、ブロックを一マス、ブロックを一マスとすると、さあ急遽ここでコンクリートのタイルのマスを一マスとして考えると。小刻みになりましたね。小刻みになりましたね。どっちにしろ、はい、
ちょっと今の恐竜戦隊10レンジャーの下りのとこだけ一本にしましたね、今あなた。とても卑怯ですよ。なんすかこれ。1メートルちょっとぐらいになりましたね。さすがひみおさんだな。恐竜戦隊10レンジャーなのに。さすがひみおさんだな。もうね、僕は慣れましたけどもね、これだったらもうね、ドイッキーを起こしてもいいレベルですよ、これはもう。ひどい話ですね。まさかの。これだけヤンバルクイーンの恐竜戦隊10レンジャーで文字数あるのに、君雄さんと君雄さんの差は1メートルあるかないかぐらいなんですけど、どういうことですかこれ。恐竜戦隊10レンジャーのランって呼びますよこれも。ひでえ話これ。ひどい。いや、こんなこともあるんですね。ねえよ。普通はねえよ。本当に。さあ、では張り切ってどうぞ。張り切れねえ。一気にやる気がそがれました。泣き笑い。今の僕の状況です。泣き笑いと。今の僕の状況を表しました。いいでございます。はい、マイクは届きます。はい。泣き笑いのい。さあ、ここもやっぱり、住宅街に面してまして、お、ひみおさんがイカリンクと。ほー、だいぶ近いです。3マス差でございますね。イカリングのグ。イカリングのグ。クーリングオーフと。いや、だいぶ進むの遅くなりましたね、このゾーンね。何マス進んでも全然進まない。だって、なんなら多分一歩より狭いっすよ、これ。一歩よりも狭いんですよ、マスが。さっきの一歩の方がまだ進むんじゃないかっていうぐらい。さあ、クリンゴフのフでございます。さあ、ひみおさんのクリンゴフのフ。さあ、この住宅街の中にはね、公園もありまして、最近山大国に入ってきた音楽、最近山大国に入ってきた音楽、フランプール。フランプール、それいや、確かに日本ではね、有名なバンドさんでございますけれども、最近入ってきたな。ひみおさんのところでは最近ですか。だいぶ遅いですね。フランプールさんはね、まあ爽やかな、山大国でフランプールさんからライブをやるって、まあ確かに集客数は多そうですけれども。さあ、フランプールさんでございますので、ルさあ、またルも出ましたね、結構ね。ですが、5マスといっても距離に表すと2マスでも距離は2メートルというところでございますけれども、ル一気に短い差になっております。さあ、一気にスローテンポの戦いに変わってきました。スタートからちなみに1時間経過しています。フランプールのルから海坊主のスタートです。じゃあ、まあ、ありがちなやつでいきますか。ルビーの指輪でいきます。噛んでましたよ。ルビーの指輪です。ルービーの指輪。ここだ。さあ、6文字です。わ。ルビーの指輪のわ。さあ、サイクリングロードで何が悲しくておっさん2人でシートリをしてなきゃいけないんでしょうか。ルビーの指輪のワイドショー。ワイドショーとヨ、ヨ、さっきヨでヨーロッパが出ましたね。ひみおさんのヨーロッパ出ました。ヨ、ヨットハーバー、おしゃれに行きましょう。ヨット、え、違う、ヨ、ヨットハーバー。ひみおさんが、そこはそうですね、一気に前に来ます。ヨットハーバー出ました。ババカハじゃない。はい、バカハです。ちょっと離れたな。ちょっと離れましたね。ハンドメイド。ハンドメイド。ハンドメイド。さあ、進むのが一歩よりも細かいというこのタイルの戦い、このタイルゾーン。恐怖のタイルゾーン。恐竜戦隊10レンジャーからの下り、恐怖のタイルゾーン。ありそうですね、なんか第2話、恐怖のタイルゾーン。このタイルゾーンはいつに出せるんだろう。
ですかね。なかなかだいぶまだ先ありますからね。これはハンドメイド。ハンドメイドのドカと。さあ、この恐怖のタイルゾーンをどちらがリードして抜けることができるのか。まだ残りが 1.6 キロぐらいあります。全然進みません。トークショー。4じゃない？4です。さあ、また4が来ました。全然先に進みません。さあ、ヨーグルト。になったら、ここ抜けたくなっちゃうか。ヨーグルト。ヨーグルトでございます。さあ、さあまたそうですね。さあ、以前、マス目にすると6マス差ぐらいなんですけれども、間今、マス目付け根があるので、全然、間が距離としては本当に2、3メートルぐらいしかないんですけど、ちょうどこのタイルの幅が1メートルもないぐらいなので、差としてはまだ10メートルぐらいあるんですけれども、これはすぐに縮まるものと思われます。ドッキング。ドッキング行きました。ドッキング行きましょう。ドッキング。クラリネット。クーラー、間空いてるからな、ここからリーネット、クラリネット、またトですか。さあ、マスの差としてはここで6マス差です。さあ、マスの差が6マス差でも距離が全然縮まっていない。距離が一気に縮まったように感じますけれども、6マス差ですから、6マス差結構大きな差のはずです。そう、差のはずなんですけど、大きな差のはずだったはずなんですが、近い。センターラインであれば6マス差はもう10メートル、15メートル差あってもおかしくはないんですが、たったの今、我々の差は1メートル半ぐらいです。あ、2メートルちょいぐらい、2メートル半ぐらいです。じゃあ、そうですか。さあ、恐怖のタイルゾーン、まだまだあります。じゃあ、ここでちょっとね、ちょっと風が出てきました、この時間。ちょっとね、現在午後2時です。ドリル。ドリル。ちょっとやっぱりね、マス目はあるんですけども、距離があんまり離れてないように思えるので、あんまり危機感を感じないんですね。3、4、5、6、7、8マス差。8マス差ですが、距離では2、3メートル差と。いうことに、さっきの、1マス分くらいしか、ルームメイト、3マス差になりました。近い。そしてまたと、同じマスに行ったら気持ち悪いですね。気持ち悪いですね。今日のタイルゾーン、どんなに恐怖です。ここでちょっと話しますか。東急ストア、東急ストアさん行きましょう。東急ストア、さあ、これはね、北海道ね、でもたくさんありますし、全国でもあると思うんですけど、東急さんのね、スーパー、東急ストアでございます。さあ、ちょっと風が少し吹いてきました。だいぶ進んでるはずなのに、距離が全然先に進まないということになっております。いつになったらここ抜け出せるんだろう。ひみおさんが最近ハマっているスポーツ、アームレスリング。アームレスリング、アームレスリング、本当にハマってるんですか。若い一マス差がすごい近い。一マス差近いな。そしてまた空格、グループホームでいきましょう。グループホーム、グループホーム、武蔵丸、武蔵丸、武蔵丸。さあ、ひみおさんも相撲好きなんでしょうかね。武蔵丸、またルーでございます。まあ、簡単にいきますか。ルーレットでいきましょう。いや、待て、もうちょっといいのがあるはずだ。ルルーレット言ってたろ。ダメって。ルーレット、全然進まない。さあ、恐怖のタイルゾーン、全然進みません。全然進まないよ。これは大変な戦いになってしまいました。全然進まないよ。開始1時間ちょっと、これは大変です。開始1時間で全然進まなくなっちゃいました。こんなに過酷な勝負になろうとは。さっきまでスイスイ進んでたのに。さっきまではスイスイな、まさにトントン拍子。さあ、トントン拍子、トントン
よし小さい文字も一文字として換算してるんですか？換算してるのもある。どうしたんだ、ちょっと待って、そこはっきりしてください。僕全部してないの。換算しとるわ。え、僕してないのに。アホが始まったこれ。なんで確認してんのじゃ。始まったこれ。僕じゃあ全然前ですよ、そしたら。今日絶対10レンジャーとかだって。そうじゃの、そうじゃの、なんであんなにすごかったんかなと思ってわしは見とった。最悪。さっきの恐竜戦隊10レンジャーといいですよ、この小文字といいですよ、どんだけ卑怯なんすか。卑怯じゃないじゃろ。確認性もおかしいんじゃ。トントン拍子、そうじゃ、ショータイム、使用タイム。いやもう小さい文字めちゃめちゃ進んでんじゃん。また小文字だね。急に変えられちゃうのじゃ。向かい風。向かい風。ゼかせでございます。姫野さんの向かい風。じゃあ絶対零度っていきましょう。絶対零度。トントンズモウ。トントンズモウ。トントンズモウ。また一文字近い。さあ近いですね。おっさんがしりとりを行っておりますよ。やだ、早く行きたい。牛若丸。牛若丸。おっさんが今牛若丸と言いながら歩いてますよ。じゃんけんのあのチョコレートとかパイナップルみたいな感じでタイルを一文字ずつ進んで、小学生かっていうような感じ。まさにもう、あの小学生に笑われてますよ。さあ、どうしましょうね。近くに公園がありますんで、小学生が遊んでいます。え、その小学生がブランコに乗りながら我々を笑っています。ルールブルツク。知ってますね。さあ、おっさんが帰るね。九十九山。おっさんの帰りの上で九十九里浜と叫びました。大丈夫でしょうか。九十九里浜と叫びました。海坊主でございます。なんと勝負のことでしょうか。おっさんが隣のおっさんと離れたいがために選択した言葉は九十九里浜。もう頑張っておっさんと距離を話したいがために出た言葉は九十九里浜です。これでも結構ね、距離はいけるはずなんですけど全然いかない。先ほどパトカーを見ましたけれども、あの見た時に我々横を通り過ぎましたけれどもね。さあマサイ族。さあ姫野さんはマサイ族、よし、じゃあ僕がいつも結構お世話になっているクックパッド行きましょう。クッツクパッド、まあ、これ見るとね、よく料理のレシピが書いてあるんでよくお世話になっております。僕の iPhone にも入っております、クックパッド。さあどうか、とでございます。姫尾さん、トイプードル、トイプードル、ね、トイプードル、トイプードルでございます。でまたるでしょ。もうないよ。ルックルック、こんにちは。なんとついに昔のこんにちは。テレビ番組も持ち出しました。小さい小文字も一文字と考えるんだったら僕はもう誓いますよ、もっと。さあルックルック、こんにちは。わじゃな、だいぶ離れたな、はい、ワインパーティー、ね、ワインパーティーです。ワインパーティー、ワインパーティー。今回はここまででございます。全然進まない札幌北広島しりとりすごろくでございます。いやほんとね、心折れますよあれは、うん、先が見えないね、うん、してあの姫尾さんにね、うん、あのルールをコロコロ変えられて、そうですよね、あの10レンジャーだって本当は18文字なのに、海坊さんね、3、4文字損してるっていう、ね、そうそうそう、小さい字とか ね、 ね、そういうの数えてなかったりとかね、いろいろあって、面白いんですね人間ってものは。まあ、今まで結構距離があったじゃないですか、一マスの、はい、で離れてるから、はい、何文字だろうと離れてれば頑張ってこうリードしようっていう気持ちになるんですけど、はい、8文字って結構今までで言えばリードしてる方なんですか。かなりですね。ただ近いから、まあ、どうでもいいやってなるんですよね。そうですね。近くにいたら、リードしてるから頑張ろうとかっていう気持ちになれない、
あそこまさに魔のゾーンですね。あそこはね、長いですよね。厳しいです。いやこれからどうなるでしょうか。第1ステージまだね、あの 1.4 キロぐらいで動いてません残りだいぶ時間食いそうですね、ここね。ねえ、果たしてこの第1ステージの勝敗の行方はというよりは、うん、この企画終わるんでしょうかそうですね、果てしないですからね先がね先が全く見えなくなってまいりました、うん、さあ、冒頭でも言いましたけど、はい、我々夏は、埼玉県春日部市のジャズデイ春日部というイベント、はい、7月の27日の土曜日に、はい、MC としてね出演させていただきます、はい、まあこれインターネットでもやってますからね、はい、あの全国の方よかったら、はい、埼玉県春日部市、我々に、ね、会いに来ていただければと思いますし、はい、あと札幌では、私中1日挟んですぐ、はい、定山渓、札幌市南区定山渓温泉、定山渓で行われる定山渓ジャズタウンというやっぱりジャズのイベント、はい、にこれも MC で出演させていただきます。7月の29日の月曜日から8月の4日日曜日までの7日間連続で、夕方5時から開催ですので、ぜひよかったらこれも遊びに来ていただければと思います。大輔さん、ジャズシンガーを目指してるんですか。なんで今年ジャズ多いんだろう ねジャズ漬けですねあなた今年入ってジャズ漬けですね。そうなんですよ、うん、どうしたんですか。もともとジャズは好きなんでよかったですけど、うん、非常にありがたい気持ちですけどそうですね、いや嬉しいですよ本当、うん、こうやって今年ジャズ付いて、ね、ジャズ付いて本当おしゃれな感じですねねえ、ぜひぜひ皆さん遊びに来ていただければと思います。温泉入りながらとかね、うん、いいと思いますからね、いいですね、はい、あと花火もねちょうどあるんですよ、この時期ね、はい、定山渓ぜひ遊びに来ていただければと思います。もう私あの中1日挟んで7連戦が待ってる、そうだね、ちょっと怖いです。すごいピッチャーですね7連投、うん、ねえ、その間海坊さんにあの別のラジオは任せる。そう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 、そうそれはそれで僕だって困ってるんですから、ね、ノースも任せよっかないやいやいや、待ってくださいよもう早く帰ってきなさいよというわけで、だから一周ノースアイランドは私だけがお送りする回があるのかなと思いますので、はい、8月の頭の放送かな、はい、だと思いますのでね、ご了承いただければと思います。ではノースアイランド、また来週お会いしましょう。お相手は私山田大輔と海坊主でお送りしました。また来週です。さようなら。